久留米市出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡県立福岡工業高校からお届けしています。今日は3年生の後藤貫太郎さん、戦略ミスで3連敗を喫してしまいました。高校の2年生の時から、うん、あの生徒会長選挙に3回出たんですけど、うん、全部落ちちゃって、うん、その原因が何かなっていうのがちょっと分からなくて、分かんない、はい、まあ、ちゃんと台本は用意して、おそのクラス周りとかもちゃんとしてたんですけど、うん、なんか対策じゃないですけど、なんかその後どうすればなんか、ね、説明不足を解消できるかなみたいな。どういう風に持っていってる感じ、構成してる感じ。まず公約を発表してから、うんうん、どれだけなりたいかっていうのを長く取って話してるんですけど、自分の熱意だけを結構強く語っちゃった。はい、あ、なるほどね。生徒会長だからといってやっぱり上っていうわけではなくて、あくまでみんなの代弁者としてより良い生活を担う人っていうことだから、もしかしたら自分がなりたい、僕を選んでください、僕はこれができるんですよっていうふうに、そっちが強くなっちゃうよりも、これをこういうふうにしたいですよね、だったら僕に任せてください、そのためにこういうことを考えていますっていうふうに考えると、あ、この人はそもそも僕たちがどうありたいのか、どういうふうにしたいのかが分かってる人なんだなって、みんなのその思いを僕に託してくださいっていう感じ、あくまでこれが伝わるといいと思います。